ウエスタンリバーフェスタにようこそ。これから皆さんを神秘的な熱帯のジャングル、そして開拓時代のアメリカ政府を巡る素晴らしい旅にご案内します。安全のため旅の間は立ち上がったり手や足を外に出したりしないよう十分気をつけてくださいね。それからおタバコはご遠慮ください。煙を吐くのは機関車の役目です。のジャングルの周りを走っています。ここには実にたくさんの野生動物が住んでいるんです。木の間をよく見てみるとトラ、カバ、それにヘビやワニなんかが見えるかもしれませんよ。でもくれぐれも列車の外には手を出さないように。ジャングルではいつだって食事の時間だからね。そういえば出発する前、駅で機関車に水を補給していたんですが、気がつきましたか？あれはね、このウエスタンリバー鉄道が開拓時代に東部の都市と西部の荒野をつないでいた列車と同じ蒸気機関車だからなんです。列車は全部で4台あって、それぞれアメリカの有名な川の名前が付けられているんですよ。今皆さんが乗っているのはリオグランデ号です。さて皆さん、このウエスタンリバー鉄道がただの蒸気機関車だと思ったら大間違い。これから皆さんは遥か時間を遡り、アメリカの西部開拓時代へと入っていきます。右手にある小さい駅はスティルウォータージャンクションといいます。開拓者は地上を目指して、ここで蒸気船や駅馬車に乗り換えるとフロンティアを目指してさらに旅を続けるんですよ。それから何より一攫千金のチャンスがあります。おおお、川の向こう小屋が燃えています。開拓者の夢が灰になってしまいました。しかしフロンティアスピリットが燃え尽きることは決してないでしょう。食事の準備をしている間、勇敢な若い連中は森で狩りをしています。彼らは部族に代々伝わる技術を使って動物を捕まえているんですよ。川はアメリカ川といいます。そしてほら、その向こうに見えているのがトム・ソーヤ島です。迷路のような洞窟があったり、回転する大きな岩やお城の形をした岩があったり、トム・ソーヤ島はまさに自然が
作り出した冒険の島です。小さな動物たちがたくさん住んでいるんですが、彼らは自分たちの力でこの土地を開拓したんですよ。彼らはとても親しみやすくて、ここを訪れればいつだって温かく迎えてくれます。では金が見つかってからなぜか奇妙な事故が次々と起こるようになってね。今ではよっぽど勇気のある開拓者しかこの山に入ろうとしません。それからあれです、恐竜の骨が見えますよね。あの骨はまだこの山がゴールドラッシュでにぎわっていた頃、鉱山鉄道の建設中に偶然出てきたものなんです。周りでは他にもいろいろな種類の恐竜の骨が見つかっているんです。つまり人類の祖先が誕生するよりずっと昔、この辺りは巨大な恐竜たちが支配する世界だったんです。これからさらに時間を遡って皆さんをある特別なところにご案内することにしましょう。息を潜めてどうぞお静かに。それからフラッシュ撮影はいけませんよ。恐竜を怒らせたら大変です。
ありがとうございます。